コンビニキャッチャーはバンプレストが発売しているプライズゲーム。ストラップやキーホルダーなどの小物を景品に用いる。コンビニキャッチャーの本体を小型化したコンビニキャッチャーミニ大型景品を扱えるコンビニキャッチャーデラックスについても本校で扱う。1995年に稼働開始したシリーズが一段。プレイ料金の標準設定は100円で1回、500円で6回。 二人プレイヤー用、筐体背面部分から手前に向けて、水平方向に伸びるピンがあり、これに景品をぶら下げて陳列する。その景品をアームでつまみ、手前に引き出して、取り出し口まで運んで獲得する。ピンは天地方向に5段並んでおり、1.35段目には5列、2.4段目には4列、左右に並んでいる。ピンの手前側先端部分は若干太く、 水平移動の身がと景品が引っかかる作りになっている。景品を排出口に入れれば獲得となる。景品排出口は右プレイヤー側は右下、左プレイヤー側は左下にある。アームの初期位置はそれぞれ景品排出口の上である。筐体色は赤、青など原色が貴重である。アームは腕の部分が赤色で爪の部分は黄色である。爪は プラスチック製のほぼ半円形の板で左右とも先端部分内側に2本、点地方向に溝が掘られている。操作はボタン2つで行う。1のボタンでアームの上昇、2のボタンで横移動させる。横移動の方向は左プレイヤー側が右、右プレイヤー側は左。いずれの移動も限界位置まで達するとボタンを押していても停止する。 ボタンを離した直後にアームが自動的に前進し、掴む動作が行われる。さらにアームの交代、初期位置への移動、アームを開く動作が自動的に行われ、初期状態に戻ってゲーム終了となる。排出口の周囲にはセンサーがついており、獲得したか否かで取り出し口の LED 点灯や BGM での演出がある。また、アームの左右詰め基部の間にもセンサーがあり、 アーム前進中に、これが、ピンなどの移動しないものへの接触を感知すると、掴む動作を行わずに即座に交代し、初期位置に戻る。メーカーが用意したオプションとして、小型のベルトコンベアの、トルトル、ステージや、ゴム製のアタッチメントアームがある。前者は、途中で落としてしまった景品を排出口まで、スムーズに運ぶものである。このオプションの代わりに皿や、トレーなどを用意し、 この中に落ちても獲得とするテンポもあった。後者はアームの爪が変形することで景品自体をがっちりつかめることを考慮したものである。ただし先端の筋彫りでタグをつまむ景品を弾き落とすなどの方法は通常の爪よりも難しくなる場合がある。コンビニキャッチャー本体を小型化した1プレイヤー専用機1997年稼働開始。 コンビニキャッチャーとリ放題の筐体の左プレイヤー側を切り出したようなマシンで、景品排出口やアームの初期位置は左側にある。基本的な操作方法は、コンビニキャッチャーとリ放題と同様。音楽もコンビニキャッチャーとリ放題と同じものを使用。2004年に稼働開始したシリーズ第2弾。筐体色は白と銀色が基調で、マシン名の看板部分は水色と、 ピンク色の2種類がある。台の左右両端には景品を展示するショーウィンドウがある。コンビニキャッチャーとリ放ォーダイと同様にプレイヤー機でアームの初期位置もそれぞれ左右加端。底面全体がさい銭箱のようなすり鉢状の排出口となっており、景品は事実上ピンから外せさえすれば獲得となる。基本的な操作方法はコンビニキャッチャーとリフーダイと同様。 コンビニキャッチャーミニ同様、コンビニキャッチャーにを小型化した1プレイヤー機。2006年稼働開始。アームの初期位置は左側。操作方法は、コンビニキャッチャー取り放題及び、コンビニキャッチャーにと同様。1999年に稼働開始したフィギュアなどの大型景品用のマシン。筐体は、通常のコンビニキャッチャーより大きいが、1プレイヤー専用。 アームもかなり大きくなっている。爪の形状は他のシリーズ機と異なり、若干湾曲した棒状である。アームの初期位置や景品排出口は左側にある。操作ボタンは3つに増えており、アームの上移動と右移動に加え、前進の開始、停止もプレイヤーが行う。掴む動作以降は他のシリーズ機同様自動で行われる。 本機種への対応を考慮されていない景品を用いるためのメーカーが用意した袋とタグが存在し狙い目となる箇所にここを狙えと書かれているプレイ料金は標準設定で200円で1回500円で3回プレイ開始時点でコインの追加投入を受け付けなくなる仕様になっているため後者は500円玉を使用した場合に限られ 100円玉5枚投入での3回プレイはできない。コンビニキャッチャーにコンビニキャッチャーコンパクトエイバックマシン。ありがとうございます。